イーゴリペトロービチ・セムショフは、ロシアの元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。PFC チェスカ・モスクワのアカデミー出身。1996年にクスカのトップチームに昇格するが、インパクトは残せず、1998年に FC、トルペド・モスクワに加入。トルペド時代には、4度のチーム MVP に選ばれた実績がある。加入当初は、 審判を蹴って5試合の出場停止処分を受けた苦い経験がある。転機になったのは2001年に結婚したことである。華奢な体型を高い技術と投資でカバーした。2005年 FC ディナもモスクワに3年契約で加入。目まぐるしい監督交代とその場しのぎの大型補強が目立ちながらもセムショフはチームの司令塔として活躍した。 2008年12月15日、FC ゼニトサンクトペテルブルクに加入。遺跡金は450万ユーロ。契約期間は4年。デビュー14年目にして、故郷のモスクワを離れて、プレーすることになったが、2010年1月、わずか1年でフルス、ディナモに復帰。プロデビューから、トルペドでのチーム MVP など、個人タイトルを獲得したことはあるが、 チームタイトルの獲得経験はない。代表でのセムショフ2002フィファワールドカップ直前の2002年5月17日に行われたベラルーシ戦が代表デビュー戦で同じ初招集組で本大会のメンバーから落選したアンドレイアルシャビン、デニス・ラクチオノフとは対照的にセムショフはそのまま23人枠に滑り込んだ。当時キャップ数1ながらもレギュラーとして背番号6を背負い。 日本戦を含む3試合中2試合スタメンとして出場した。同年8月21日のスウェーデン戦を最後にしばらく招集がなかったが2004年3月31日に行われたブルガリア戦で約1年半ぶりの代表復帰を果たし土壇場で UEFA e u ロ2 0 0 4のエントリーメンバーにも選出されたが出場機会はチームはすでにグループリーグ敗退が決定し 消化試合となっていたギリシャ戦の一試合のみと失意の日々を送る。2006年8月のフースヒデンク監督就任と同時に本格的に代表に定着するようになる。UEFA ユーロ2008ではレギュラーとして活躍しチームの3位に貢献した。2009年4月のリヒテンシュタイン戦ではキャプテンを務めた。同年8月12日のアルゼンチン戦では 待望の代表初ゴールを挙げた。ありがとうございます。